試合の方、全体を、振り返っていただいて、まず感想をお願いします。クラブチームとして世界のチームと戦うことっていうのはなかったんで、すごいいい経験になったんですけど、内容っていうより今回はその勝負にこだわってたんで、そこは本当に負けてしまったっていうのはすごい悔しいです。ヨーロッパチャンピオンっていうことは、イコール世界のある程度トップレベルの選手たちが集まっているチームで対戦となりました、そういった選手たちと実際こうぶつかり合って、どんな経験になりました？フランス代表の選手が本当にたくさんいたり、今まで戦ったことのないような相手とできて、守備のところでは本当に、一番はやっぱ裏の対応っていうのがすごい難しくて、少しでもライン揃ってなかったりスペース空いてると、飛び出してくるっていうのがすごいあって、スピードに乗らせてしまうと本当に怖いなっていうのは感じたんですけど、足元のところは1個目でガツンといけば取れるっていうか、前向かせなければいいなっていうのは思ってたんで、そこは少しはできたかなと思います。手応えも得られたようでして、悔しさが残ったのか、それとも前向きな対戦と言えるのか、どちらでしょうか？どっちもというか、本当に結果としてはすごい悔しいんですけど、いい経験ができたなっていうのと、あとは課題も出たんで、次の試合にそれは活かせるんじゃないかなとは思うんで、良かったところもあります。 U20 代表として今年は、U20 ワールドカップに出場して世界を、夏にも経験をしていたわけですけど、その世界と今回の世界、何か違う部分がありますか？似てる部分もあったんですけど、全部がワンランク上だったというか、本当にスピードもフィジカルも全然違かったですし、技術の面も本当に違くて、そこに慣れるまでに時間がかかってしまったっていうのと、あとはやっぱり早い時間帯で失点してしまったっていうのは本当にもったいなかったなと思います。最後に、次の3位決定戦へ向けた意気込みをお願いします。映像とかはまだ見てないんですけど、やっぱり似てる相手というかそういうイメージはあるので、今回出た課題をしっかり、あと2日しかないですけど、そこで改善して、本当に勝負にこだわって絶対勝ちたいなとは思います。